パチンコ初心者必見。なぜ2万円ではリゼロを気がかりに挑むのは無謀なのか。驚きの理由とは？文章。パチンコ初心者の皆さん、こんにちは。今回は、なぜ2万円ではリゼロを気がかりに挑むのは無謀なのか、についてお話ししたいと思います。皆さんは、リゼロ気がかりの台に座って、エキサイティングな時間を過ごした経験はありますか？先日、私たちのチームが調査を行った結果、リゼロ気がかりの台で気のチャンスが発生していることを発見しました。ですが、2万円の予算でリゼロ気がかりに挑むのは危険な行為です。なぜなら、この台は1当たり20回転という速さでボールが発射されるからです。リゼロ気がかりの特徴として、渡りした場合の残保流数が非常に多いことがあります。そのため、通常のボナス消化後も、まだまだ保留玉が残っていることが多いですよね。もし、2万円で始めた場合、予算は尽きる前に渡りが出ることは稀です。その結果、必然的に短い時間で予算を使い切ってしまうのです。パチンコ初心者の皆さんにお伝えしたいのは、出馬やリゼロのラッシュを楽しむためには、十分な予算を用意することが重要だということです。そのため、まずは少額から始めることをお勧めします。具体的には、1万円から始めて、おもむろに慣れてきたら、2万円程度の予算で挑戦すると良いでしょう。もちろん、個別の台によって、当たりの出方は異なりますので、リゼロ気がかり、未チャレンジする際は、必ず、それぞれの演出発生条件や、ボナス消化後の演出について調べておくことも重要です。パチンコは、運だけでなく知識や戦略が必要なゲームです。ぜひ、リゼロ気がかりに挑む前に、十分な下調べをして、楽しい時間を過ごしてくださいね。以上、なぜ2万円ではリゼロ気がかりに挑むのは無謀なのか。驚きの理由とは？というタイトルのお話でした。パチンコ初心者の方にとって、有益な情報になれば幸いです。皆さんのコメントもお待ちしております。動画をご覧いただき、ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。